こんにちは、萩です。今回はこちらですね、パリオリンピックマラソン日本代表最後の一人が決まる名古屋ウィメンズマラソンの話と注目選手を紹介していきたいなというふうに思います。今週末開催される名古屋メンズマラソン、このレースが終わった時点でパリオリンピック女子マラソン日本代表3人目のメンバーが決定します。男子マラソンは先日開催された東京マラソンが終わった時点で3人目のメンバーが決定するということで、今回大迫傑選手が選ばれたんですけども、女子マラソンは今週末行われる名古屋メンズマラソン、これが終わった時点で最後のねメンバーが決定するので、東京マラソン同様今回もですね見逃せない一戦になってくるということなんですけども、女子マラソンもすでにね MGC が終えているので2人の代表内定者が決まっております。1人目が MGC 優勝した第一生命グループの鈴木優花選手、2人目が MGC 2位に入った資生堂の一山麻央選手、この2人はすでにね MGC 1位2位になってますんで、パリオリンピック代表内定で決まっております。で、今回名古屋の結果で最後の枠ですね、3人目の日本代表が決定するということなんですけども、じゃあどうすれば選ばれるのか、いくつの記録を出せばパリへ進めるのかということなんですけども、女子マラソンも男子マラソン同様で設定記録ってものがあります。男子の時は最後の選考レース東京マラソンで2時間5分50秒って記録を突破すれば3人目のね日本代表決定するということでみんな挑んでいたんですが、女子マラソンも設定記録があります、あるんですけども、なんとですね、1月末に開催された選考レース大阪国際女子マラソンで前田穂奈美選手が設定記録を大幅に超える2時間18分59秒って記録を叩き出しました。つまりパリオリンピックへ進むためには名古屋でこの前田穂奈美選手が出した記録2時間18分59秒っていう記録を超えないといけません。名古屋で日本記録を出さないとパリへは進めない、めちゃくちゃハードルが上がってしまったという状況になっております。で、女子マラソンは、まあ、男子と比較すると、レベルが結構高いので、設定記録を突破することはそんなに難しくないってことを言われていたんですよ。名古屋でも設定記録を突破する選手は現れるだろうと言われていたんですが、今回ですね、選考レースで前田穂奈美選手が日本記録を出してしまったことにより、まあ一気にハードルが上がったと、設定記録を突破するだけでは選ばれない。日本記録を叩き出さないと、2時間18分59秒を超えていかないと、パリへは進めないというめちゃくちゃハードルが上がってしまってね、まあチャレンジしようと思っていた選手は相当ね、まあプレッシャーになっているんじゃないかなって思うんですけども、まあそもそもですね、名古屋メンズマラソンってめちゃくちゃレベルが高い大会で、まあ国内最高峰の大会なんです。で、今回ね、まあパリへの道、まあパリへね手が届く選手がいるのかどうかって話もそうなんですが、名古屋メンズマラソンで優勝するっていうことだけどめちゃくちゃすごいです、今ステータスなんです。なんで今回はね、誰が名古屋メンズマラソン優勝するのかね、まあ注目選手をね、まあ、紹介していこうかなというふうに思います。はい。で、今回ですね、エントリーリストを見る限り、僕の中ではね、まあ、優勝候補と言われている、まあ、優勝する可能性がね、ある選手ね、3名いるんじゃないか。この中からね、まあ、優勝を現れるんじゃないかな、ということで紹介していきたいんですけども、まず1人目、行きましょう。大本命ですね。こちらになります。じゃん。日本郵政グループの鈴木亜由子選手になります。まあ、鈴木亜由子選手といえばね、リオオリンピック、東京オリンピック、2大会連続でオリンピックに進んでる日本代表の選手になります。今回3大会連続のオリンピック出場になるかっていうところで、まあ、期待かかっているんですが、鈴木亜由子選手って、もうね、ジュニアの時からずーっとね、日本のトップを走り続けた選手なんです。全中確か優勝しているんですよ。中学校の時で日本トップで、今実業団で日本トップって、ほんとすごいんですよ。まあ中学校の時早かった選手ってやっぱ早熟っていう風に言われていて、なかなかね伸び悩んだりもするんですけども、鈴木亜由子選手は高校の時ね、ちょっと怪我の影響で、ね、伸び悩んだ時期ありますけども、まあ全中優勝して、今実業団でもオリンピックに進める、常にね、まあトップを走り続けた選手になります。まあ鈴木亜由子選手がね、今回ね、大本命、名古屋もね、優勝あるんじゃないかなとに思うんですけども、名古屋とね、相性もすごいいいと思います。まあ、地元がね、愛知っていうことで、やっぱね、地元愛がね、地元で開催される大会って、なんすかね、パワーが出やすいんじゃないかなと思います。おそらくね、地元の友達とかね、応援とかも結構多いんじゃないかな、家族のね、応援もあるかなということでね、結構ね、より力ね、発揮しやすいと思うので、まあ、地元ね、愛知で開催されるっていうのはね、相性はいいポイントだと思いますし、まあ、前回大会も出場していて、2時間21分52秒。これ自己ベスト更新しているんです。なので、1年前の名古屋で自己ベスト更新しているので、まあ、今回ね、この自己ベスト更新が、
まあ最低のね、まあ目標になってくるんじゃないかなと思います。で、鈴木亜久選手も MGC に出場しています。MGC12 位ということで、ね、まあ結果は振るわなかったんですけども、まあ今回ね、パリへ狙ってくるのか、それとも自己ベスト狙いなのか、なんともね、難しいところだと思います。やっぱり2時間18分59秒、日本記録更新を狙ってくると、もうほんとハーフマラソンの通過を自己ベストぐらいのタイムでドカンと入っていかないと、まあ厳しいわけですよ。そうなってくると、こう苦しむ時間が相当長くなってくる。まあ最後ですね、まあ失速して自己ベスト更新も難しいって状況になる可能性があるので、まあ最初から自己ベスト更新もしくは2時間20分切りを目指してくるのか、まあそれともパリへの道をね、狙ってくるのか、これもね、ちょっと注目かなっていうところなんですけども、まあ順調にね、仕上がってきてるなっていう印象はあります。まあ細かいね、練習内容とかわからないんですが、鈴木亜久選手は2月の頭に開催された丸亀ハーフマラソンに出場しているんですよ。まあおそらく名古屋に向けての調整なので、まあここで一発自己ベストを出そうっていうよりかは、練習の一環として、まあレースに出て一発こう絞り出していく。で、名古屋に向けて調子を上げていくってことだと思うんですが、丸亀でね、1時間8分51秒で記録を出しているんです。これね、めちゃくちゃいい記録だと思います。まあレース僕見ていたんですけども、最後ね、相当ね、フラットきついなっていう状況があったんですけども、まあおそらく相当練習を積んでいて、疲労がある中でのレースで68分台っていうのはめちゃくちゃ価値があると思います。なってくると、この状況からすると、まあ自己ベスト2時間21分52秒っていうのは順当にいけば、間違いなくね突破していくんじゃないかなと思うんですが、まあポイントはさっき言ったように日本記録を狙うのかどうかで大きくレース展開は変わっていきます。でもし日本記録を超えることを狙うとなると、この丸亀で走ったハーフマラソンがまあ通過ぐらいになってくるわけですよ。69分で行って2時間18分ですよね。まあそんだけね、丸亀選手の記録が素晴らしいっていうことだと思います。ただ丸亀で68分で走っているので、まあしっかり調整をして仕上げてきた名古屋であれば、まあ通過、ハーフマラソンの通過が1時間10分、70分の通過であると、ある程度ちょっと余裕を持って走れるので、70分、70分の2時間20分、なのでギリギリ2時間20分切りは狙ってくるし、まあそれでも自己ベスト2分更新っていうことなので、まあ十分な結果なので、まあ日本記録は狙ってこないかなというふうに思います。目指すは2時間20分切りで、最低目標として自己ベスト更新、2時間21分はどうしても切りたいということをね、狙ってくるんじゃないかなというふうに思います。まあ名古屋で優勝したいっていう思いもあると思いますし、まずは自己ベスト更新を狙ってくるということね、あるんじゃないかなということで、まあ鈴木亜久選手のまあ最初の入りがね、注目です。もしかしたら日本記録を超えるペースで最初の5キロドカンっていったら、まあそれはそれでちょっと面白いですし、まあ期待していきたいし、逆にゆっくり入ったとしても、まあ優勝自己ベスト更新、もしくは2時間20分を切るってだけでも素晴らしいことですからね。まあそこのね、期待もね、していきたいなというふうに思います。はい。そして2人目いきます。こちらですね、2人目がダイハツね、勝田選手になります。今一番勢いがある選手と言っても過言ではないかなと思います。まあブタベスト世界陸上で19位、まあ選ばれるだけでも本当素晴らしいですね。まあ本人はね、まあ悔しいっていう思いはあったんですけども、それでも世界陸上ね、まあ代表に選ばれて、でブタベスト出て、さらに MGC も出ているんですよ。まあこの期間がかなり短いので、世界陸上を出たメンバーは MGC を回避するっていう選手結構多い中で、両方ともね、勝田選手は出ました。そして MGC なんと4位に入っているんですよ。まあ素晴らしいですね。まあ世界陸上で選ばれたメンバー MGC に出場した選手もいるんですけども、やっぱね、調子が上がってこなくていい結果がね、なかなか出ないっていう状況の中で、勝田選手はダベストで19位、そして MGC でも4位に入っているので、まあ安定した結果、どんな時でもね、しっかり走れるという選手かなというふうに思います。で、自己ベストがね、確かベルリンで出した記録、2022年のね、ベルリンで出した記録で2時間21分55秒っていう記録がね、自己ベストだというふうに思います。で、勝田選手もね、今伸び盛りなので、まあ、レース中にドカンと覚醒する可能性もあります。で、勝田選手って、まあ、名城大学出身でね、まあ、地元といえば地元なんですけども、1万メートルのトラックの記録もいいんですよ。31分30秒台って記録を持っているので、かなりね、まあ、スピードを持っている選手なので、まあ、マラソンのレース中でドカンと覚醒してね、一気に記録が伸びるっていう可能性もあるので、まあ、日本記録は狙ってこないかな。パリオリンピックへはいかないかなと思うんですが、それでも鈴木亜久選手と同等の力で、まあ、競り合っていければ、2時間20分っていうね、大台もね、切る可能性があると思います。まあ、ここからの1分が大きいんですよ。2時間20分を切るってだけでも、ほんととんでもないことなんですよ。とんでもないことなので、ただ、前田穂波選手が、とんでもない記録を出してしまったことによって、2時間20分切っても代表になれないのか、みたいな感じになってますけれども、
2時間20分切り、2時間19分台を出すということでも、ほんと素晴らしいので、まあ、ここをね、鈴木亜久選手と一緒にね、まあ、狙ってほしいなというふうに思います。無理に日本新記録を狙って、ドカンって突っ込んで、後半失速するよりかは、まあ、安定して走っていく。まあ、鈴木亜久選手同様に一緒にハーフを70分くらい通過して、後半ですね、ハーフを上げていくような感じで、2時間20分2人で、ね、一緒に切れたらね、まあ、最高なんじゃないかなというふうに思うのでね。まあ、勝田選手もね、まあ、どういうレース展開をするのか、まあ、楽しみ。今一番勢いでね、ある選手かなというふうに思っております。はい。そして、ね、最後、3人目の注目選手。まあ、この選手も大本命といえば大本命。この3名の選手は誰が優勝しても本当わかんないし、もしかしたらパリへの道も十分あり得るという選手なんですけども、3人目はワコルのね、安藤優香選手になります。まあ、オリンピアンですね。はい、期待したいと思います。で、安藤選手も、高校がね、豊川工業なので、愛知とのね、相性はいいと思うんです。まあ、地元といえば地元、ということなので、名古屋の相性はいいと思いますし、安藤優香選手といえば、初マラソンの印象がすごいんです。で、初マラソン、名古屋メンズマラソンで走って、2時間21分36秒って記録を叩き出したんですよ。俺、あの時の印象、まだ覚えてて、あ、とんでもない選手現れたなーって印象があって、あれからね、まあ、月日が流れて、今でもね、安定した結果を出しているんですけども、安藤優香選手はトラックでオリンピック出ているんですけども、夢はマラソンでオリンピックっていうのが夢で、なかなかねそこにちょっと手が届かないと、何度もこうチャレンジしてるんですけども、厳しいね壁にこう取られてるってことなんですが、今回ねここへの思いは相当強いので、安藤優香選手はもしかしたら狙ってくる可能性があるというふうに思います。まあ、自己ベスト更新っていうよりかは、とにかくマラソンでね、オリンピックに出たいっていう思いがね、相当強い可能性があります。なので、潰れる覚悟で最初からドカンっていく可能性がある。まあ、この3名の選手で言うと、まあ、日本記録を狙っていく可能性があるとしたら、安藤優香選手かなーってに思ってます。まあ、どんな練習を積んでるかわかんないですし、でも今までの実績からするのと、トラックの記録からすると、決しても無理ではないな、っていうふうに思うんです。で、前田穂波選手もトラックの記録いいですけども、1万メートルに比較すると、やっぱ鈴木選手、安藤選手と負けてないので、もう考えると、まあ、長く引っ張れる体力、持久力がこの期間でついていれば、十分ね、可能性があるんじゃないかな、ということで、安藤優香選手がどこを狙っていくのかですね、難しいところかな、日本新記録を狙うのか、まあ、自己ベストを狙っていくのか、2時間20分切りを狙っていくのかね。これもうやっぱね、スタートしてみないとね、ちょっとね、わからない状況です。なんで、最初の、5キロの入りですぐわかると思いますんで、もしね、突っ込んでいけば日本記録狙い。で、みんなが固まっていれば、まあ、優勝狙いということだと思いますんで、楽しいね、してほしいなと思います。この3名の選手は力が結構近い選手なので、最後の最後、終盤まで、集団で、ね、走るんじゃないかなと思います。30キロぐらいまでは、こう、バチバチしたレースが見れる可能性がありますんで、ね、注目してね、見てほしいなというふうに思います。何にせよね、今回の名古屋メンズマラソンの結果次第で、日本代表3人目のメンバーが決まります。これで、男子も女子も決定します。これでこれやっとスタート地点ですからね。MGC のストーリーが面白くて楽しすぎたので、なんかここで終わりみたいな感じですけども、MGC ってパリオリンピックの日本代表者を決めるための大会だったわけですから、ここからがスタートなのでね、ちょっとね、MGC ロスになりそうですけどもね、最後ね、名古屋メンズマラソンね、楽しみに見たいなと思います。